こんにちは、こんばんは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。いつもいろんなことを考察してるんですけれども、ちょっと MH さんの件も、やっていきますと、どうしても子どもの、ね、ことにつながってくるんですよね。で、MH さんもやっぱり子どもがっていう風な話をされてたので、でそのことに関してちょっと今やってます。で、山梨県の、道志村オートキャンプ場における女児行方不明の案件についてなんですけれども、ここは、令和元年9月21日山梨県道志村のキャンプ場から小倉美咲ちゃん当時7歳が行方不明になっていて、まあ、小倉美咲ちゃんに関しては令和4年には4月には、美咲ちゃんと思われるもの、靴とか靴下とかそういうのが発見されています。ただちょっとまだ不確かな点も多く、靴はなんか名前が書いてなかったとかいうふうな話もあったりして、ちょっと不思議なんですね。で、令和4年の9月の23日の、祝日の日ですかね、その日にですね、千葉松戸の方で、女児、南さやちゃんっていう女の子がキックボードに乗って、母親よりも一足先に公園に出かけて、そこから行方不明になっています。で、さやちゃん自身は、そこから15キロぐらい離れた河川、江戸川水溝門の付近で発見されています。で、靴はね、いなくなったと思われるところ増水してたんですよ。で、増水してたあたりで発見されています。いなくなった日はそこまでは増水してないので、私としては後日靴だけ増水したところまで持ってきたと思っています。で、南さやちゃんに関してはその場所からの、行方不明になったわけではなくて、もうちょっと下流での、っていう方向性が高いと思われます。別の場所っていうかね、靴があった場所とは別の場所での可能性が高いと思います。で、ちょっとイメージとしては、公園から公園付近で車に白かシルバーみたいな、ちょっと軽とかじゃなくてちょっと大きめな車は、セダンかボックスタイプの車に乗ったんではないかと思われます。で、この南さやちゃんと小倉美咲ちゃんの点では、すごい特徴も似てるんです。7歳で、髪型とか、雰囲気とか顔も似てたりとか特徴が似てるのと、で、9月のお彼岸の、最初の初日が、長野の方の、ね、人とも関係性があって似てるんですけれども、ちょっとね、発見状況が、南さやちゃんと小倉美咲ちゃんと少し違っているので、これが、万が一犯人がいたとしたら、同一人物なのかどうなのかってとこなんですよね。だいたい同じようなパターンでやることが多いので、ちょっと前に挙げた、靴フェチの、動画が上げてるんですけど、それはアメリカであった事件なんですが、それもそうなんですけど、その執着を示しているものがあって、それでそういう風になってるっていうことなので、
長野の事件に関しても、南沙耶ちゃんとすごく似ている川があったりとか、同じ行動パターンをするんですよね。で、サンダルがあったり、遠く離れた場所、何キロも離れた場所にサンダルがあったりとか、何かしらちょっと不可解な状況が似ているので、で今回の、小倉美咲ちゃんと南沙耶ちゃんは犯人は、まあ、同一人物なのかっていうのが、ちょっと気になるので、その辺を今日はタロットカードを22枚だけで、白か黒かで占ってみたいなと思います。こちらから、ここから先はタロットカードの占いになりますので、そのスピリチュアルなことが嫌な方はここで終わっていただいても構いません。では、小倉美咲ちゃん、南沙耶ちゃんの、もし万が一、そういう関わった人がいるのであれば、その人は同一人物かどうかを占ってみたいと思います。これが過去ですね。原因とかなったものとかになります。太陽の逆位置になります。まあ、太陽自体はすごくこう、なんていうの、エネルギッシュであったりとか、まあ勢いがあったりとか、成功したりとか喜びとか、そういう風なのが表すカードで、すごいラッキーカードなんですね。エネルギッシュで子供がね、こう元気に遊んでて、太陽の下で勢いがあって、すごい楽しそうにしてて、両手を広げて両足も広げて万歳っていう感じで、すごく温かくて、思いやりがあって、ぬくもりがあって、生命力を感じるカードなんですけれども、これの逆位置になっています。まあちょっと、まあ、犯人の背景としては、まあなんか、実はこう、すごいプライドが高いんだけど、自尊心が低くて、ね、まあ、すごくこう、本領発揮ができないっていうか、自分が思ってるように物事が運んでいないっていう感じです。まあ、エネルギーもなくて、プライドだけが高くて、すごくなんか体は大人なんだけれども、気持ちが大人までで成熟していない、すごくこう、なんか
かのこだわりっていうか、ちゃんとした人間性を築けていない内面がすごく子供なんか努力してもどうせ報われないとか、こう悲観的になったりとか、そういうふうなところがあります。マザコンとか、大きな大人と付き合えない、ちっちゃな子とか、10代とか年の離れた女の子とか、自分の思い通りに動かせるような人物にしか魅力を感じない、同世代の女の人には興味を示さないというか、相手にされない、ような感じです。だから本人の中では、全然この、満足してない、今の生活にはすごく満足してないっていうことが顧みられます。で、結果ですね、まあ、また逆位置なんですけど、法王に関しては、すごく道徳心とか、そういう人を思いやったりとか、正義とか、秩序とか、そういうふうなことを本当に裁けるっていうか、こう均一にきちんとできるの逆位置なので、すごく法律にのっとらないようなことを陰でやっている、協調性がない、なんかもう本当に、世間一般からは、あの人は、社会的にはしっかりしてる人だと思われてるけれども、全然、他者を思いやったりとか、その協力して何かを進めようとか、そういうふうなことはないです。どうなんだろう。もう本当に不誠実、なんかこうどあの、見れば見るほど、なんていうかな、人の目さえごまかせればどうだっていいとか、自分の欲求を満たすためだったら何をしてもいいとか、そういうふうな人です、中身は。でも表身は、普通に社会人として行動しています。きちんとした仕事もしています。外見と、中のものがものすごいギャップを感じるような人物です。同じ人物なのかな、どうなんだろう。吊るされた男の逆、これも逆位置なんですけれども、まあ成功のためには人を、これはなんか忍耐とか修行とか、なんかこう自分がやることによって、結果はよく出ます、
明るい未来がありますっていうのの逆位置で、自分が成果を出すためには人を陥れても構わない、行き詰まっている、そのストレスを抱えている、だからあなたは現実ありのままを見て、やり直さなければいけない。なんかね、すごくこう人間性がひどすぎる人物なんだけど、なんかちっちゃなものに対してとか、自分よりも権力がないもの、自分よりも弱いものに対してすごくこう邪険に扱う、ひどい、他人を犠牲にしても、本当に自分のために他人を犠牲にして構わないと思っていることを見直しなさいっていうことですね。この あのアドバイスなんですけど、あなたのその態度を見直しなさいっていうふうに出ています。どうなんだろう、同じ人物なのかな。もう一回ちょっと占ってみようかな。今度一つだけで、それは分かってるんだけど、今度はちょっともうダイレクトに1個だけやってみます。愚者のね、それいつか、こうすごく自由があって、冒険をしてるんです。この愚者が、タルトカードの1から22を旅する物語になってるんですね。身をまとうものはほとんどなく、この荷物がこんなちょっとのやつで、愚者自身はすごく、前向きにやってるんですね。で、恐怖や不安はなくて、でそういう人物なんだけど、犬がいて、犬が、この崖から落ちそうだよって、気をつけろって言ってるんだけど、愚者は聞いていないその逆位置なので、やっぱり慎重な人物です。だから、慎重な人物です。だから慎重にやってて、南沙耶ちゃん、あと小倉美咲ちゃんの時はすごく慎重にしてた。長野の時は、南沙耶ちゃんの時はちょっと大胆なんだけど、
小倉美咲ちゃんの時は随分慎重にやってるんだよね。気持ちが行動的なものが違うんだよね。どうなんだろう。すごく、美咲ちゃんの時は、おっかなびっくりな感じがしている。で、すごくこう、何か結果が出ないか、尻尾がバレないか、すごく、考えていた。そして、3年経っても結論が見出せなくて、うまくごまかせた。自信が出た。厳しいな。どうとも取れるんだよな。そして南沙耶ちゃん事故となって、南沙耶ちゃんの事件が起きた。多分、やっぱりこう、美咲ちゃんの事件と私はですよね、このどっちとも言えないんですよ、これ出てて。多分美咲ちゃんの時はすごい慎重だったんですよ、彼は。で、おっかなびっくりだった。足がつかないかっていうふうな恐怖があった。でも、うまくごまかすことができた。彼の後ろには大きな、ごまかせるような圧力を与えられるようなものがある。そして、南沙耶ちゃんの時は、最初に戻った。最初に戻ったんだよね。やっぱりその自分がやりたい方向性で行ったんだよ。多分ね。あ、でもどうなんだろう、美咲ちゃんのね、方法が違うもんね、全然ね。でもね、小倉美咲ちゃんはもう前もってその写真とか、こんなのが出るよっていうのが第三者キャンパー以外にも分かったんだろうか。そしたらその時に行く可能性があるよね。多分その美咲ちゃん、長野の方ともつながってて、美咲ちゃんの時はすごくね、緊張してるんだよね。だから私は同一人物の可能性もあると思う。で、すごいこの尻尾ばらすなと思ってて、それが3年間ドキドキしてたんだけど、結果が出なかった。これはいけるかもと思って第3の参考を行ったとも言えると思う。いきなりさ、これさ、美咲ちゃんたちが家族だけで行ってこういう事故に遭わなかあったってなったら、これは地元の人とかもありえると思うんだけど、これだと、なんとか子育てサークルの、一般公募とかでやったとしたら、それはもしかしたら、犯人とかそういう関係ない人も見れるわけで、それを狙いをつけて行ったかの普通の、ハイキング感覚で行った可能性もある。あの辺で目星をつけてた可能性があるっていうことですね。
私はちょっとやっぱりこの、様子を伺ってて、南さやちゃんの方に事故というふうに発表したかゆえに、南さやちゃんの事件も発生したんだと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。何かね、情報がありましたら、1号うさぎの、ツイートの方もやっています。そちらの方でもね、情報ダイレクトメールでもいただけますし、コメントの方にいただいても結構です。ね、本当にやっぱりこう、いろんなね、事件があるので、やっぱりこう、子供たちが、今ね、日本の子供たちが、大切な時期になっています。やっぱりこう本当にね、こう大切にされなきゃいけない命が、消えてしまうこと自体が本当に悲しいことなので、ぜひとも皆さんで、きちんとね、分かる範囲、安心して過ごせるような社会にしていかないといけませんので、ご協力をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。